その髪の毛どうしたの？何のこと？全然メルちゃんわかんない。櫛で解いて。いたた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 ちょっとメルちゃん、もう美容室に行くわよ。このカリスマ美容師リカちゃんがおしゃべりいっぱいいちごの美容室を開店するわ。よいしょよいしょ。あ、大変だわ。ここにはゴムをセットしておくわ。このシャンプーはこっちね。いちごの香りがするのよ。ドライヤーよ。よいしょ。これで OK ね。クッキーとブラシと鏡。客さん、どんとこいよ。カリスマ美容師さん、この子をきれいにしてちょうだい。任せてちょうだい。おっと、もうひどいよ。痛いな。どけて。どうしたんですか？大丈夫ですか？あ、こっちじゃなかった。レイクツー、どうしたんですか？大丈夫ですか？お客様、起き上がってください。ありがとう、かわいいお姉さん。この子の髪の毛をサラサラの綺麗にしてほしいのよね。そんなことですか？お安いご用でございます。それではお客様、こちらの方にかけてください。よいしょ。ケープを首周りにつけるわね。それではシャンプーをしていきます。手にシャンプーをつけて、ちょん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 泡立てていきますね。ゴシ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 。かゆいところはございませんか？痛い。目の中にシャンプーが入ってる。次はシャワーをしていきますね。シャワーシャワーも終わったので椅子を起こしますね。よいしょ。髪の毛綺麗になってきたんじゃない？ではブローをしていくわね。おー、仕上げは櫛で解いていくわ。あ、メルちゃん、髪の毛すっごい綺麗になってきたわね。次はこの可愛いイチゴのゴムでヘアアレンジをしていきましょう。メルちゃん、一体どうなってるの？みんなどう？可愛い？このメイクアップメルちゃんのエクステもつけてあげるわね。さあ、お客様、鏡で確認してみてください。わー、すごい。これが世界で通用するおしゃれなのね。さすがカリスマ店員さんね。よくやったわ。ありがとうございます。また来まーす。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。今日は、ゆめプリンセス城のゆめプリちゃんと、いちごプリンのいちごプリンちゃんが遊びに来てくれたんだよ。明日もメルちゃんの動画を見てね。グッドボタンやチャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。じゃあ待ってるね。バイバーイ。